戻ってきた二上光、今日は先発からです。原修太は群馬戦スリーポイント一つ成功させて300回のスリーポイント成功まであと7。レイナルド・ガルシア、直近の試合こそ5点でしたが、基本的にこの人は2桁得点をしっかりと取ってくれるプレイヤーです。どんなスカウティングしているかっていうのを見てみたいですね。このガルシアからです。外からハレルソン3ポイントを決めてきました。まあ、これがあるとね、やっぱり守りにくいですよね。富樫、ペントエリア、あーノーファールです。ハンノーバーなって、サガバルーナーズプッシュ、ピラ入ってきた。うまく合わせて入ってきました。アシストガルシアです。杉田選手ディフェンスもハッスルしてますし、いいですね。ガルシア、またいい守備だ。フィーラー、ガシア、リバースレイアップ。おすごい。数字には残らないですけど、いいプレーがたくさんありましたね。はい、おお、終わった、エクストパース。おー、豪快に決めた。今のはバスカーフっぽいですけどね。いや、はい、でも、ナイスパスでした、最後、ヨーイ・チャイルド。すごいプレーでしたね。バスカーかもしれないダンクですね。はい、ぴったりとマークしてきます。隅田選手、いい足持ってますよね。はい、マックからムーニーです。オールスターにしっかり入りました。ムーニー、隅田ライン見て、カリノー来た。この人もスリーポイント要警戒の一人です。もちろんおそらくディフェンスからっていうところにプライドを持っていると思いますけど、はい、まあ、オフェンスのところっていうのはね、まあ、まだ試合数も少ないですし、まあ、今日きっかけにまた、ね、変わる可能性ありますか。8秒どうだ。あ、つながったか。ここはハンドオーバー。アリソン、イージーレイアップ、ガルシア、フィーラーです。腹がつく、フィーラー狭い方、フィーラーショットでしたが決めました。クロスオーバーからタイムを測って、富樫スリーポイントを狙ってきた。すごい。ああ、ファールだ。カウンエンドファール。すごいですね。カリノ、よりチャンス。すごいっすね、今の。もう一回オフェンスリバウンドからショットクロスはリセット、広がってという宮永ヘッドコーチ。1-1、隅田スリーポイント。前節は敗れていた佐賀バルーナーズ、しっかりと修正をして激しいディフェンスから千葉ジェッツを抑え込みました。